私は、アオザイを着ているのですが、皆さん、アオザイはご存知ですか？ベトナムの民族衣装で、社会人の場合は特別なイベント、セレモニー、結婚式で着ます。今日はそのアオザイを着て、自己PRをしたいと思います。私は、これまでに日系企業で10年間以上働いています。日本人の方、ベトナム人の方、同様の支援、ご指摘のおかげで、私はより成長できて、ビジネスマナー、ほうれん草、おもてなし等のスキルが身につけてると思います。本当に感謝いたします。会ってみないと、やってみないとわからないと考えてますので、どんな仕事でもチャレンジ精神を持って、継続的に改善し、努力していきます。 そして、おばあさんになった時、後悔しないように、その時頑張ったな、全力を尽くしたなと、昔を振り返ることができるように努力していきたいと思いますので、引き続き皆様のサポートよろしくお願い申し上げます。長いお付き合いをしましょう。